はい、どうも、たくみです。ということで、クラッシュバンディクーぶっ飛び三段盛り実況やっていきたいと思います。ということで、今回は続きですね。踊っておりますけども。どこまでやったんだっけ？ここか。雪山に円盤と、リパールーを前回確かやったんだよね。ということなので、じゃあ、今回、ぶっ飛びサーフィンと、白駒ダッシュ、やっていきたいと思います。まぁ、ちょっとね。まぁ、ぶっ飛びサーフィンはとりあえずやりましょうか。まぁ、その後にちょっと、ね、あることができるんでやりたいと思います。さあ行きましょうか。いやーちょっと最近はねあまり動画がね更新できてないんですけども、やっていきたいと思います。時間にねなんか変な時間にアップとかしちゃったりしてるんで、ちゃんとした時間にねあげたいですね。行きましょう。まあステージとしてはまだ簡単なところかなとは思いますけどね。 2,3 フロアぐらいまではまだ全然普通に行けると思うんですけどね。あれはい、あれよし、 OK、 行きましょう。サーフィン、さあさあさあ、アクアクさんはいるのね、一応。さあさあ、箱は102か。ここは全部壊せるところなのかな。なんかね、いろいろね、あるんですよね、2に関して。なんか、裏ステージみたいな感じ、裏ステージというか、あ、待って、裏ゴールみたいなのがあって、裏ゴールとかすると、まあ、違うところから、なんかステージがやられた、始めれて、なんか、なんだ、箱が全部壊せるようになったり、みたいなのがあるんですけど、ちょっと次行きましょうか。そろそろ、よし、オッケー。オッケー。で、ボーナスステージ。まあ、今回ちょっとサクサクっとね、やっていきたいですね。さあ行きましょう。あれ。これできるよね。はい。あれ。よし、オッケー。で、もう先行っちゃいますか。バーンと。で、出てくると。しっかりと。よし、OK。危ない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 。結構端っこだった。さあ、行きましょうか。あれは、やっぱり息アップが取りたいですね。危ない危ない危ない。落ちる落ちる。よし。行け。よーし、OK。全部取った。完璧。さあ、奇数も14と。動画外でね、ちょっとだけやって、奇数増やそうかなとも思ったんだけど、一回死んでちょっとやめました。さあ、行きますか。はい。ああ、違ったね。はい。よし、OK。ここかな？さっきちょっと奥行きすぎたから。はい、OK。あれはね、もう奥行き間違えたらおしまいですから。まだなのね。意外と長いんだよね、沈んでる間が。はい。さあ、ここ。はい、OK。影しっかり見たらね、分かる話なんですけどね。はい、そして、出てから行きましょうか、ちゃんと。危ねえ。あー、待って、もう。ちょっと、なんか、×すぐ話しちゃった。普通は、まあ、×をね、こう、長押しというか、まあ、長押しして、最大、までジャンプ飛ぶんですけど、こうやってね、長い間。短いと、ね、全然飛ばないんで。よし、OK。ここは、なんかあったっけ？なんか一回も死なずに、なんかここまで来たら、出てるっていうのもあったような気がした。覚えてないけど、ちょっと。あーあ、やられちゃった。爆発。そしてチェックポイント。で、その前に、ここ、行けるので、ここ行って箱壊すと。なんかたまにね、バグとかで、赤くさ持ってる状態で、この、ああ、ニトロ当たった。マジかい。そう、ニトロじゃない、赤くさ持ってる状態で、この地面というか地上だよね。まあ、ここも地上だけど、この、ここら辺の付近で、この爆弾に当たると、たまにバグで、このサーフィン乗った状態で地面に乗れるっていう
バグがたまにあるんですけど、まあ、でも今回どうなんだろう、直されてるのかな、まあ、当時はまあそういうバグもありました。で、まあ、だからサーフィン乗っちゃっても危ない危ない危ない、そうサーフィン乗っちゃっても後で箱壊せるみたいなバグがありましたと。あーやべ、いかんいかん、これもタイミングですからね、しっかりと。よし、 OK。 あ、もうゴールか、早いね。ただ箱はねやっぱ壊せないですよね。あーあー、やばいやばい、なんで。あれ、これまだやってないよね。なんでこんなところに見せたんだ、最後の最後で。まあいいや、行きますか。あーもう、ちょっと待って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 。なんでこんなところで。めっちゃやられとるんやけど。さあさあさあ、行きますか。さあ、次こそね。危ねえ。そのまま乗れんかった。行け、ブーストー、ブーストー。赤くさんいるから、まあ一回は。ニトラ当たっても大丈夫なんですけどね。で、今回はまあもうダメなんですよ、箱全部絶対壊せないですよ。で、違うステージからの、違うステージのなんか裏ゴールみたいな感じでちょっと違うところから行くとゴールよね。確かなんかこのステージの前になんかやれて、で、まあこのこんだけの箱があるのかな、多分あって、で、それを箱壊した後にこのステージが最初からできるみたいな感じで、で、まあここの箱も全部壊していけば全部壊せるよみたいな感じなんで、まあここは現時点ではダイヤゲットできないというところだったと思います。はい、そして次ですね、僕が一番ねこのクラッシュバンディク2で好きなシリーズですね。うん、前回もねイノシシありましたけど、今回はね白クマですよ。さあパワーストーンゲット、今回白クマ、白クマダッシュで、ちょっと裏技っぽいものなんですけども、ここですね。まあ皆さんこれやったことある方はね知ってると思うんだけど、これ乗れるんですけど、乗れるんですよ今で。これを10回かな、10回ぐらいこう踏むと、途中から10回なの、あ来ましたね、これ奇数がね10もらえるっていう裏技です。このまあでも1回しかもらえないので、この24期、まあ、さっき14期だったと思うんだけど、24期になりましたと。このキスは大切にしていきましょう。走るボタンを押すとスピードが出るけど操作しづらしく、操作しづらくなると。まあ、イノシシみたいなもんですよね。この前の。ワンのね、イノシシみたいな感じでやっていけると。これがね、一番僕好きですね。白クマシリーズ2の。A じゃない、丸で速く走って、あ、やべ、箱壊せんかった。死にまーす、ね、あんなところで箱壊せないとは思わなかったな。さあ、もう早速息を減らしてしまいました。このキスをねさらに増やしていきたいですね。さあよし、 OK。 さあさあ、しっかりとね箱は全部壊さないと後戻りできないですからね、このステージに関しては。あ、氷か、びっくりした。さあよし、 OK。 いやーもうチェックポイントの目の前で、さあ行きましょう。意外とね難しかったりするね。さあ PS4 になって、白クマもね綺麗になって、めっちゃ画質綺麗ですからね、当時と比べたら全然違いますからね。さあ、はいはいはい、滑って、さあチェックポイント。このね氷のところはねやっぱね白クマでも操作しづらいんですよね。はい、で、イルカなのかな、シャチなんか分かんないけど、なんか出てきますと交互に出てくるんで、まあそれをしっかり読んでジャンプしていかなきゃいけないというわけでございます。はい、爆弾ニトロ、こっちよし、あーやばい、箱がちょっとやられます。わお、はい、こんな感じですやられるとね。で、氷というか水の中に落ちたりするとクラッシュが氷になって出てきます。はい、そしてこっちの壊して、壊して、 OK、 こっちほっほっ、よし、チェックポイント。ニトロはまあ後でね壊せる
あの緑のやつが確かあったと思うから、それで壊せば多分大丈夫かな。はい、オッケーオッケー。今のところ調子いいよ。ここ難しいよ。あー、最初壊せなかった。3つ目も壊せなかったね。難しいね。まあ今のはちょっとわざと死にました。いや、これは本当ですからね。箱全部壊していきたいから、やっぱり。あー、もう、あ、こんな感じですね。氷になります。あ、フライハイ。まあトロフィーゲットしたかったからっていう、まあ、冗談は置いといて、やられてもトロフィーゲットできるんだね。はい、よし、 OK、 よし。さあここだよ。ここ大変だから難しいよ。あー、もうラストむず。ここはマジでむずいんだよな。あの配置がまたね、難しいんだよな。本当に苦戦するところ一番。箱壊しで、さあ行くよ。ここね。あーあーあああその前にやられるっていう。はい、よし、 OK。 はい、 OK。 よし、 OK。よっしゃ、オッケー。はいはい。あー、もうここむずくね。どうすりゃいいんだ。え、めっちゃむずいなあれ。まず左右左だから、やばい、危ない危ない危ない。左をまずかするぐらいでいって、よっしゃ、オッケー。きた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 、ダッシュゴール。よし、これで、まあ、ニートロ壊して終わりと。はい、あれ、はい、よし、 OK。 ダイヤでしょう。よーし、 OK、 ゲットということで、今回はちょっとね、11分と12分ぐらいか、まあ動画短いですけどもね、まあ2ステージやったので終わろうかなと思います。いやー、よかったですね今回はね。早く終われてよかったですね。まあ、今回のステージが、まあ、そんなに長くないっていうのもあったかな。うん。まあ、あとは、まあ、今まで やってきてたステージなのでっていうのもあるかな。まあ、白熊がね、スピード感あふれる感じなんで、そんなに時間かかんないっていうのも、まあ、あるのかな。はい。まあ、そんな感じで、できてよかったですね。うん。キスも無駄にせず、そんなに。うん。2減っちゃったけど、まあ、次回はね、ちょっと、雪山じゃなくて雪玉スライディングとジャブジャブチカロやっていきたいと思います。で、その後はモボ戦とかやっていきたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。皆さんもね、知らなかったよっていう方はね、この白熊こう踏むやつね、やって、奇数ね、10機増やしてみてください。ということで、以上、たくみでした。じゃあね。